エミール・フランソワルーベは、フランスの政治家。フランス第三共和制で、閣僚評議会議長を一期務めたほか、第八代フランス大統領を務めた。1838年12月20日、マルサン・ヌで生まれた。父は、マルサンの市長を数度務めた人物だった。1862年に、パリで、弁護士業20時、翌年に、法学の博士号を習得した。その後、 モンテリマールに移り、1869年にマリー・ルイ・ピカールと結婚した。また、グリニャンにある小さな辞書を継承した。1870年の不仏戦争における危機的な状況で、モンテリマール市長に就任、イコーレオン・ガンベタの支持者になる。1876年に、モンテリマールから選出されて大任議員に就任。 1877年5月16日危機では、アルベールド・グロイ公爵内閣への不信任決議に、賛成票を投じた、議員363名のうちの一人だった。同年10月の議会選挙では政府により、モンテリマール市長から解任されたことが逆に、支持率上昇につながった。大議員では主に教育関連の法案で活躍、ファルー法の廃止や、初等教育の無料化、義務化、 世俗化を推進した。1880年、ドローム県議会の議長に就任。第2次、ジュール・フェリー内閣の植民地拡張政策を支持したことで恩恵共和派の有力政治家になり、1885年に、元老院議員に当選した。1887年12月から1888年3月までの、ピエール・ティラール内閣では、 公共事業大臣として入閣した。1892年に友人である大統領マリー・フランソワ・サディ・カルノーの要請で組閣、内務大臣も兼任した。首相として同年の無政府主義者による犯罪とカルモーでのストライキへの対処に追われた。カルモーでのストライキでは仲介役を務めたが最終的に下した裁定が労働者側に有利すぎると批判された。 パナマ運河義国により内閣は11月に倒れたが、ルーベは次のアレクサンドル・リボ内閣で留任、翌年1月の内閣改造で辞任した。有弁家としての名声や誠実な人柄などを買われ、1896年に元老院議長に就任、大統領フェリックス・フォールの死去に伴う1899年2月の大統領選挙では483票を獲得して、 ジュール・メディーヌを破り、当選を果たした。この頃、フランスでは、アルフレド・ドレフィウスの反逆罪裁判をめぐり、世論が二分していたが、大統領選挙でも、ドレフィス支持派がルーベを攻撃した。ポールの葬儀の日には、ゴーデリーク・ロジェ将軍率いる部隊が、兵舎に戻る道中で、ポール・デルレード将軍から、エリゼ宮殿に進軍するよう求められるという事件があったが、ロジェは応じず、 そのまま部隊を率いた兵舎に戻った。同年6月には、ハンドレフユス派の人物が杖で、ルーベの頭を殴るという事件が起こった。これに対し、ルーベは、ピエール・ワルデックルーに組閣を要請、同時に、共和派諸派に合同して、国政を守るよう呼びかけた。そして、ルーベは、 陸軍大臣ガストンド・マリフェの助言を受けて、軍法会議で、再び有罪になったドレフィスに恩赦を与え、ドレフィス事件を解決した。ルーベ大統領期はフランスにおける、政教分離が進んだ時期でもあり、バルデックルスウ内閣期とそれに続く、エミールコンブ期でも、反共権主義の声が大きかったが、1905年4月には、在馬地官フランス大使が召喚されるほどになり、 同年7月には大議員で政教分離法が成立した。ルーベは外交にも積極的であり、1900年のパリ・万国博覧会開幕式に出席、1901年9月にロシア皇帝ニコライ2世から訪問されたほか、1902年にはロシアを訪問、イギリス、イタリア、スペインにも歴訪したが、1905年に、 スペインを訪問した時に爆弾による暗殺が試みられるという事件もあった。また、大英関係ではイギリスがフランスによるドレフィウス事件の対象を批判、フランスがイギリスによる第二次防和戦争を批判するなど緊張が続いたが、英仏教商の締結に成功した結果、イギリスによるエジプト占領に介入しない代償として、フランスによるモロッコへの主張がイギリスに承認された。 1906年1月に大統領の任期を全うして退任以降は政界から引退した。1929年12月20日、モンテリマールで死去した。ありがとうございます。